ジャニーズから抜け出したアイドルたちの新たな奇跡、キンプリヒラの仕様を中心に、ジャニーズの輝きを失ったアイドルたちの現状。ジャニーズという名前は、かつてその魔法のような輝きでアイドルたちを包み込んでいた。しかし、その輝きが失われ、元メンバーたちが新たな姿を披露する中で、ファンたちの落胆の声が広がっている。特に注目を集めているのが、 キングプリンスから脱退した平野氏洋神宮寺ゆうた騎士ゆうたによるユニットナンバー I が表紙を飾ったファッション雑誌での姿だ。11月15日に発売されたその雑誌が彼らの変わり果てた姿について厳しい評価を受けている。ジャニーズ脱退メンバーの変貌に対するファンの反応。 雑誌の表紙に登場した平野市洋神宮寺ゆうた騎士ゆうたの写真に対してネット上では漏れてなさすぎるとの批判が相次いでい,いる。特に平野については気だるそうな表情を決めているが、ただ映りが悪いだけにも見える。三人それぞれがジャニーズ時代に持っていた覇気がなく、おらついたユーチューバーのような仕上がりとの指摘もある。 実際にネット上ではこんな顔だったっけやジャニーズのバックアップなしじゃ普通の人だねといった声が広がっている。これについて芸能ライターはキラキラ感がなくなると指摘しています。ジャニーズを離れたことでかつての輝きや存在感が失われてしまったように見えるというのがファンたちの感想の一つです。 一方で、この評判には異論もあり、ジャニーズという言葉を抹消する際、ジャニオタたちから反抗する声が相次いでいました。キラキラ感がなくなるといった抽象的な言葉が多かったのですが実際にジャニーズを辞めた人たちの現状を見ると確かにその意見も一理あるとの声も聞かれます。ジャニーズを抜けたアイドルたちの新たな奇跡。 ナンバーアイだけでなく、手越し優也や錦戸土渋谷すばるなど、ジャニーズを離れたアイドルたちがあっという間に、年相応の男性となり、かつての輝きを失ったとの指摘があります。これに対して、スノーマンのメグロハスや、何は男子の道江春雄が逆にメキメキと輝き始めている様子が見受けられ、ジャニオタたちの反応は分かれています。 一部のアイドルがジャニーズを脱退し、新たな道を歩み始めている中で気になるのは、ジャニーズという看板を失ったアイドルたちの今後です。例えば、スノーマンや、何わ男子も厳密に言えばもうジャニーズではなくなり、二宮和也や沖田純一のようにジャニーズと縁を切って独立しているアーティストも存在します。ジャニーズの成功要因と今後の展望。 ジャニーズタレントが輝き続けていたのは、スタッフの努力やプロデュース力が大きく関与していたことは否めません。ジャニーズは単なるアイドルグループだけでなく、個々のメンバーの才能を最大限に引き出し、魅力を発信することで国内外での人気を獲得してきました。 しかし、アイドルたちがジャニーズを離れ、新たなステージに進む中で、スタッフのサポートを失ったことが一因として指摘されています。これから先、彼らがどのように成長し、どのような成功を収めていくのかは、不透明な部分もあります。ジャニーズから独立したアーティストたちの躍進。一方で、ジャニーズを離れたアーティストたちには、新たな可能性が広がっています。 例えば、二宮和也や沖田淳一はジャニーズとの縁を切り、俳優として個々に成功を収めています。ジャニーズ以外の舞台で自身の芸術や表現力を追求し、幅広いジャンルで活躍している姿は、彼らの成長と多様性を示しています。同様に、スノーマン。 や、何わ男子のような新たなグループも、ジャニーズを離れても精力的に活動を続け、新たなファン層を開拓しています。ジャニーズを離れた途端に輝きを失うのではなく、むしろ個々の魅力を最大限に発揮し、異なる形で成功をつかんでいるアーティストたちが多いことも確かです。アイドルたちの新たなステージへの期待。 ジャニーズを離れ、新たなステージで活動を続けるアイドルたちには、賛否両論がある中で期待の声も広がっています。ジャニーズの看板を失ったことで、一部のファンからは失望の声が上がっていますが、一方で新たな挑戦に対する期待も大きいようです。アーティストたちがジャニーズ以外でどれだけ成長し、新たな輝きを手に入れていくのか、 その行方に注目が集まることは間違いありません。ジャニーズから抜け出したアイドルたちの新たな奇跡が音楽やエンターテインメントの未来を切り開く一翼を担っていくことでしょう。